モデル SJ デューセンバーグは1910年代から1937年にかけて存在したアメリカの高級車メーカー及びそのブランド名。1913年、ドイツからの移民の息子として生まれたフレットとオーガストのデューセンバーグ兄弟はスポーツカーの製造を目的にミネソタ州セントポールでデューセンバーグモーター車を設立した。1885年に ドイツで開発されたガソリン自動車に魅せられたデューセンバーグ兄弟は独学で自動車設計の技術を習得多くの実験的な機構を備えた世界有数の高性能車を手作りで送り出していく1914年デューセンバーグはエディリッケンマッカーをドライバーとしてインディ500に初参戦この時は10位に終わったもののデューセンバーグは1924年 1925年、そして1927年にインディ500を制覇している。1923年にはデューセンバーグがインディ500のセーフティーカーに指定された。1921年にはルマンで開かれたフランスグランプリでジミー・マーフィーをドライバーとしたデューセンバーグが優勝した。これはアメリカ勢初の優勝となる。 アメリカが第一次世界大戦に参戦する前年に当たる1916年にデューセンバーグ社はニュージャージー州エリザベスに移転合衆国政府と練習機用エンジンの入の契約を交わした合衆国が大戦に参戦後練習機エンジン製造の実績を買われたデューセンバーグ社にフランスの部学機社が開発した V 型16機等900馬力の航空エンジンの 国産化という難題が舞い込む。デューセンバーグ社は苦心の末、ブガッティエンジンの国産化を成し遂げたものの生産が軌道に乗った途端に終戦。わずか40機の航空エンジンを生産したのみに終わったという。1922年、デューセンバーグ社はインディアナポリスにまたも移転、直列8機筒のサイチェシーエンジン。 世界初の油圧ブレーキ導入といった数々の新機軸を盛り込んだモデル A を発売したが、当時アメリカで2番目に高価な車種だったモデル A は思ったほど売れ行きが伸びず、1926年、コード社、オーバーン社など複数の自動車メーカーを経営していた実業会レッドロバンコードに買収された。コード参加に入ったデューセンバーグ社は1928年のニューヨーク。 自動車賞で新車種、モデル J を発表した。高度に買収されるまでデューセンバーグは、ブガッティやベントレーの影響を受けた、新車種、モデル X の開発をしていたものの高度はこれに満足せず、アメリカで一番大きく、高速で、高価で、品質の良い車を目指した結果生まれたのが、モデル J であり、狂乱の20年代を象徴する豪華車だった。モデル J のエンジンは当時は、 レーシングカーにしか採用されていなかった DOHC が採用され、旧、排気ともに2つのバルブを備えた排気量7リッター、265馬力を誇り、3トンを、ある車体を最高時速192キロメートルという高速で引っ張った。このエンジンは加速力も凄まじく、停止状態から時速160キロメートルに達するまでわずか21秒しかかからなかったという。 クラーク・ゲイブルや、ゲイリー・クーパー、グレタ・ガルボ、ウィンザー・コーなど多くの有名人が愛用していた、デューゼンバーグはこの時代の高級車の通例に漏れず、デューゼンバーグ車はシャーシーのみを顧客に販売、顧客は自分の好みに合わせて、コーチビルダーにボディを仮装させた上で納品されるというシステムだったため同じ車種といえど2台と同じ、デューゼンバーグは存在しなかった。ちなみに、 モデル J の価格はシャーシーのみで8500ドルで、ボディまで含めると2万ドル近くの代金が必要だった。当時の代表的大衆車、フォードモデル A の価格が500ドルだった時代の話である。1932年には、モデル J のエンジンにスーパーチャージャーを搭載し、320馬力、最高時速 208km まで威力を高めた、モデル SJ が発売されたものの、 オーナーであるエレットロバンコードの破産によって1937年に、デューセンバーグはその歴史に幕を下ろした。デューセンバーグ社が倒産した後も、その名声を惜しみ復活の試みが繰り返されることになる。1947年、オーガスト・デューセンバーグは、キャブレターではなく燃料噴射装置を採用した大型、8気筒車を設計する。これが実現すれば、 1954年のメルセデスベンツ 300SL に先駆け世界初の燃料噴射装置搭載車になるはずだったが、計画倒れに終わってしまった。1966年にはフレッド・デューセンバーグの息子、フリッツ・デューセンバーグを中心にしたデューセンバーグ復活プロジェクトが立ち上がる。この時はバージル・エクスナーがデザインを担当し、 クライスラ製のエンジンを搭載した試作車を作るところまでこぎつけたものの本格的な生産に至る前に新リューセンバーグ車は倒産した。3度目のリューセンバーグ復活プロジェクトはメルセデスベンツ CL クラスのプラットフォームを採用し2007年の発売を目指して開発が続いていたが2008年のリーマンショックの余波によって挫折している。このような動きを見てもわかる通り 倒産してから70年以上過ぎた現在も、デューセンバーグは、ヴィンテージカーの象徴として、人々の記憶に残り続けており、現存するデューセンバーグの車がオークションなどにかけられた場合、程度の良いものになると100万ドル以上の値がつく、ことも珍しくない。ありがとうございます。